これがラプラス計算科学研究センターの突発的な事件処理方法ってわけ？人格は保証するけどね。もし今通行人がここを通り過ぎたら、子供でも不老者でも構わないわ。誰かに見られたら、私のプライドはズタズタでしょうね。実は、患者、あるいは研究目標が不安定な状態になった場合、第一に原因を隔離するのは正しい対処方法です。ただ、いつも隔離室として使われているのは、先ほど焼却されてしまった部屋なんですがね。ジュディス看護師長が怒るのも無理ないです。ミス・ベルティ、無事ですか？そのカンガルー、君の鼻をパンチしてますね。私は大丈夫。この子も大丈夫。もうすぐメディスンポケットが集中タブレットを届けに来てくれると思う。だといいんだけど、今の私たち見るからにカンガルーで、匂いもカンガルー、感触もカンガルーよ。明日の朝になったら、オーストラリアジングルポストに3匹のカンガルーが深夜に公共緑地で徘徊してるって報道されるでしょうね。そうなったら私は社会的にもカンガルーになるわ。新聞に載る？ああ、なるほど。それはご心配なく。ドクターメディスンポケットは新聞の常連ですが、集中タブレットはドクターの作品ではありませんし、新しい技術は含まれていませんから。そいつのことじゃなくて私のこと、パパラッチに追われてんのよ。君が有名だとは知らなかった。有名じゃないけど、私のこと心底嫌っててイメージダウンさせたい奴がいんの。あんたたちも何人かのパパラッチの恨みを買ったらどれほど厄介かわかるわよ。警察に助けを求めるべきです。そんな時間あるならちゃんと周りを見張ってよ。嫌なパパラッチを見つけたら靴を電線に引っ掛けてやんね。ミス・サンド・フランネル、後ろです。またあいつらが、あっ、熱い。これは木。ミス・サンド・フランネル、あっちに湖があります。湖に飛び込んで。私、泳げないんだけど。待って、急がないで。君に危険はないよ。今危険なのは多分彼女だ。冗談じゃないわ、やけどしてる。おかしいわ、全然やけどしてない。かける。皮膚には影響せず、バブルだけを燃やしてますね。新型のクジョアルカナムでしょうか。でも、どうしてミス・カエンボクはここに？看護師長は不安定な状態の人を外出させるはずがないのですが。もしかして勝手に出てきた？オーマイガーッ、あの子燃えてる。あれのどこが安定してるって？かける、
獣のごとく駆ける。つると木に覆われた赤き大地を。放っておけないわよ。このままだとこの子脳みそまで沸騰しちゃう。離して火炎木。あんた今すっごい熱いわよ。落ち着きなさい。私はトカゲじゃない。それに2号コンクリートとクリームは美味しいデザートととびきりの同感素材。ミス火炎木は混乱してる。炎の影響かもしれない。二人を離そう。離す。離しましょう。ミスベルティ後ろに下がってください。この奉仕ですよ、ミス・サンド・フランネル。ご安心を。鎮静作用があり、現地の獣をリラックスさせ、攻撃の意志を失わせるのに使います。早期のアルカニスト捕獲、および抑制する道具として使われていました。ミス・火炎木が落ち着いたら、彼女を連れて戻…ぐわぁ！運動会、真の運動会が必要だ。競技の精神はここに奮い立つ。若者たちよ、若者たちは猫を欲している。いちごじゃ、ジャムもだ。猫ジャムを欲しているのだ。キノコを間違えてしまったのでしょうか。ミス火炎木の競争が収まりません。ミスサンドフランネルは、ミスサンドフランネル、いや間違えてないよ。彼女は君が言ってた通りだ。え、ミスサンドフランネル？この部屋、あたしにくれんの？もう家賃払わなくていいの？どうやら彼女のリラックスというのはこうらしい。今すぐミス・サンド・フランネルの状態を解除します。すぐに回復できるはずです、5分以内で。ですがミス・火炎木は次の攻撃を始めようとしているみたいです。何時らは灼熱の扉が再び開くのを欲している。それはあの巨石を再び探し、彼女を覆う炎はより強烈になっています。まずい、しゃがんで。もう時間がない。ここの問題を早く解決しよう。はい、最善を尽くします。
剣を構えたまえ。正々堂々と、いざ勝負。あなたの真剣をしないで。So long, this is, and this gives power to me. みんなそれぞれの習慣がある。無駄な抵抗はおやめなさい。はっ。なかなかやるな。なかなかやるな。合意の絵通りにする。ためらいはせぬ。体の状況を鑑みて、叙勲式は略式でお願い申し上げる。ここどこ？どうしてみんないるの？追い出されたじゃないの？よかった、目を覚ました。あ、思い出した。カエム君、運動会。もう一度ウルル運動会を開催しないと。だって石が膝で鳴るから。事情は聞かせてもらいました。ラプラスに戻った後、まず彼女の臓器が高温で損傷していないかを優先的に検査します。面会は明日11時以降にしてください。してもいいんですか？ミス火炎木を13階の病棟に入れるのかと。安全を考慮したまでです。強制的に会うのを阻止して彼女を一人で部屋にいさせた結果がこれでしたからね。それにラプラスはこれ以上診療室を失うわけにはいきません。よかった、ありがとうございます。あのさ、あんたが使ったキノコ、本当に私の頭と体に害ないの？例えば脳に影響出たり、肺の病気になったり、敏感肌になったりとかさ。もし安心できないようでしたら、一緒にラプラスで精密検査を受けましょう。もちろん、費用は僕の給料から差し引かれるので、心配いらないですよ。それはないから。信じる。子供のお金を騙し取るほど落ちぶれてないし、それにキノコのせいでクラクラしたのでもう十分恥ずかしいのに、この病院に入ったらあいつにチャンスを与えてるみたいなもんじゃない。あいつ？ああ、それって先ほどおっしゃってたパパラッチ。フラッシュ？くそ、噂をすればついてないわね。その尻尾を引っ張り出される前に自分で出てきなさいよ。マコール、関係のない人を巻き込むのはよして。あんたと私、二人の問題でしょ。俺と同じ苦痛を味合わせてやるって言ったよな。ずっと後をつけてたのはこの日のためだ。素材は十分揃った。誰かが巻き添えになるか。お前がそんなに善良だったとはな。あんたがこんなに恥知らずなやつだとはね。
明日の新聞を乞うご期待だな、撮影マスターさん。ダメ、あのまま逃がしちゃダメ、写真を撮られちゃったもの。あれは君の敵、はあ、厳密には仇と呼ぶべきでしょうか。お二人の間に一体何があったんですか。燃えるカンガルーとしてゴシップ誌に乗りたくないなら黙ってあいつを追うの手伝って。あの人を止めないと。オーナー、オーストラリアジングルポストの最新刊をくれ。センスいいね、お客さん。今日みんながこの話題で盛り上がって、うん、昨晩本市の公園でおかしな集会があった模様。燃えるカンガルー、キノコに溺れたデスロールワニと青少年の放火犯が共に踊る。緑地に隠された秘密、必ず復興するであろうウルル運動会。現在進行形の経済衰退及びコストの高い居住支出はすでに一部の若者に強い打撃を与えており、彼らを深夜の公園にまで追いやっている。獣のようにかすれた声でうなり転がり理性を失う。待てよ、その声もしかしてお前さんは。今その話をしないとダメ。今自分の人生を憎むので忙しいから、あんたと世間話してる暇なんてないの。おお、サンドフランネル、本当にお前さんだったか。みんなお前さんの話をしてるぜ。いろんな推測が飛び交ってる。お前さんたちが狂ったっていうやつもいれば、宇宙人と戦ったヒーローだというやつまでいる。もちろん最も主流な観点はあれだ、あの運動会だけど、本当にもう一度開催するのか。私はあの運動会とは何の関係もないんだから。全部あの女子中学生が、私の運が悪かっただけ。私は運悪くおかしな奴らにぶつかって、運悪く病院に連れてかれて、運悪くマコールに難癖をつけられた。見落とすべきじゃなかった。もしもう一度捕まえたら、絶対にあいつの舌を引っこ抜いて首に巻いてやるんだから。何よこの文章は。私たちのこと、下水道のバニップを食べるジャンキーで、燃えるカンガルーで、家賃が高いせいで気が狂ったですって。マイガーッ、カンガルーになった方がマシだわ。少なくともお前さんが家賃に頭抱えてるのは事実だな。
その通りよ。その気が狂ったやつを怒らせたらどうなると思う？どうせすぐバイトが全部クビになって、一文なしのままおばあちゃんが数十年借りてた家から追い出されるんだわ。もう帰る。もしお金になる仕事があったら連絡ちょうだい。何でもするわ。十分なお金があれば。いや、もうお金があれば何でもいいわよ。待て、サンドフラネル。これ、見てみろ。今朝たくさんの人がウルル運動会について聞いてきてな。1時間前にシザー会のジェリーがこれを届けてくれたんだ。これはウルル運動会前売り券？もう50枚以上売れてる。1枚でこの値段さ。もう随分と開催されてない。もう忘れられた行事だとみんな思ってたらしい。でもみんな神妙で楽しい種目の話を小さい頃から何度も聞かされていた。あの美しくて広々とした運動場のこともな。みんな覚えてて期待してるのね。こんな明らかに偽物のチケットだって高値で取引されてる。ねえ、他のギャングが置いてったチケットあったりする？あと2箱ある。これはスマーティーパンツとユーカリ兄弟の貝殻だ。なんて？よく聞こえなかった。そうだ、私が前買ってたミント飴覚えてる？売れ行きが悪くて一番下に置かれたやつ。おい、チケットを返してくれ。大事にしまわないと。同時に3つのギャングから依頼されてるなんて知られたくない。サンドフランネル？大昔に行ったはずだ。この悪ガキはきれいな水を濁すのが一番得意なんだ。そうです。サンドフランネルはシザー会、スマーティーパンツとユーカリ兄弟の会の偽チケットを持って消えた。彼女はもう姿を消していて。いいえ、地下市場には行ってないようです。ミスター、バニップたちが騒動に巻き込まれていると聞いたのですが、本当ですか？これで大儲けできるわ。あの家を買って新しいオーブンと新しい服も買えるわ。ポラビにウール製の特大サイズペットベッドも買ってあげられる。バニップがまた地面から這い上がってきた。もう長い間出没してないはずなのに、早くしないと。待って、ド
に向かってくるの？もう彼らを見かけましたよ。俺なんかより彼女に関心があるようです。そっか、今町中ウルル運動会の話題で持ちきりで、みんなその話ばっかしてる。噂話が大好きな水の怪物バニップが見逃すわけないか。はあ、前こんな場面に出くわしたのはリーゼントのおじさんがスキャンダルを起こした時だったわ。きっと大ニュースになりますよ。すべての撮影を一時停止して全力でこのプロジェクトを追います。ご信頼いただきありがとうございます。誰もアルカナム生物だって金稼ぎの邪魔はさせないわよ。それにまだお腹いっぱい噂を食べられてないでしょ。もしそうなら手足がもっと増えて大きさも3階建てのビルほどに膨れ上がるはずだもの。ビビーポポーラ、ポラビ、出てきて。ガセ情報の匂いまみれのチケットボックスが欲しいの？欲しいなら奪ってみなさいよ。口内鏡検査を始めましょう。刃の用意です。 I know the moon and this is an alien city。 ご協力感謝します。ためらいはせん。やめ。あなたが信じます。ためらいはせん。先輩カーローにとコステールもコール。神降臨。刃のように角笛が鳴り響き、審判の日が来たる。あなたを信じます。非公認。 So long lives this and this gives power to me。 我が剣、力なき者のために。緊張しないで。剣がうめいておる。まあまあ、体を動かせたかな。言ったよね、私は健康だよ。今すぐ退院させて。でも君はまだ看護が必要です。ミス火炎木、アルカニストの安全と安定を確認するのも病院の責任ですから。アルカニストがアルカナムを獲得した初期、4から12週間にわたって不安定期を迎える。その間は君はパニック状態に陥ったり、取り乱したり、激しい幻覚や頻繁に気絶してしまったりする可能性がある。待って、ちょっと待って、今本当に大事な用事があるの。ここで時間を無駄にしてる暇はないの。パニックにはならないし、取り乱したりしない。幻覚を見たり道端で倒れたりもしないから。大事な用事って？昨日の夜、炎が喋ったの。今は寝てる。昨晩私と暴れたせいで疲れたみたい。
話の内容は君の変化と関係してる？もちろんだよ。触れるとすぐに私の腕をたどって口から胃の中に入っていくの。そして目の前には黒い壁しかなかった。ごめん、ちょっとよくわからない。何が起きたのかもう少し詳しく教えてくれる？わかった。そんなにはっきり覚えてないけど、ぼんやりとしてて、まるで30枚重なったすりガラス越しにベーコンエッグを眺めてるみたいだった。隙間からちょっぴり感じ取れるくらい。でも目の前にはっきり見える窓も一つあったの。中は全体的に薄暗いけど、たまに何かの景色が見えたりする。まさにそれが倫理者の記憶ですよ。記載された状況と同じです。ちょっと話の邪魔しないで。あ、ごめんなさい。初めて本の中と同じ状況が目の前に現れたので。続けてください。思うんだけど、あれは輪廻者としての記憶だね。あの窓から自分の体が見えた。まるで今うつむけば自分が見えるみたいに。たくさんの炎を見た。たくさんの揺れる光と、たくさんの人。あんなに心臓がバクバクしたことなかった。あの炎はなんてことなく体にいた。まるで生まれた時からずっと私の中で燃えていたみたいに。耳元でささやいてくるの。何度も何度も同じ言葉を。昨晩君が言ってた。そう、ウルル運動会。もう一度ウルル運動会を開催しないと。でもどうやって？申請文書、安全維持と公式許可を得る複雑な工程はまず置いておくとして、ウルル運動会の入り口は行方が定まっていなくて、一部のアルカニストだけが入り口を探せて、アルカニストにしか入れません。人間がその運動会を見たり参加したことはないようです。そして大会が開催されなくなった原因は1942年の戦争です。今まで痕跡を見つけた者はいません。私なら見つけれるよ。だって私は私で、今この世界で唯一あの場所に足を踏み入れたことがある存在だから。そして私の炎はコンパスになる。どうして炎と言い争いになっている場面ばっかなのかまだわからないけど、でも一緒に燃えてる時、今までで一番自分が完全になった気がしたんだ。炎は私の力になってくれて、一つになってくれる。私を信頼してくれてるから、長い暗闇と雨季を越えて口から会いに来てくれたんだよ。私のためにやってきてくれた。とある場所に連れて行ってくれるために。そこに行くよ。だからベルティ、責任取ってくれるって言ったよね。一緒に来てくれない？復興チームが必要なの。私と炎みたいにお互い助け合って理解し合う友達がいるの。運動場が見つかったら一緒に走ろう。
きっと素晴らしい場所だって約束するよ。絶対後悔しないから。きっとウルル運動会を好きになってくれる。ずっと昔、学校の図書館で秘蔵品のウルル運動会の写真を見たことがある。高齢の身体能力査定にはあまり興味がないけど、もしこの目でかの昔の運動大会が再現されるのを見られるとしたら、拒否するアルカニストはいないと思う。それってもしかして、その計画喜んで参加するよ。きっといい始まりになる。とても大事な使命があるようですね。僕が退院手続きを申請しましょう。ジュディス看護師長にもちゃんと伝えておきます。やったエズラ、もうありがとう。ウルル復興事業に貢献してくれたことは忘れないよ。お力になれてとても光栄です。では今から手続きをして早めにパッキングを始めますね。なんでパッキング？道中でもお力になれるよう十分な量のキノコを持っていかないといけないので。あなたが道中で？一緒に来るつもり？もちろんです。皆さんと一緒に様々な出来事を経験してきたんですよ。僕も復興チームの一員ではないんですか？いや、それは違うよ。あなたが復興チームに入れるわけないじゃん。あれはアルカニストの運動会だよ。資料は読んだでしょ。過去から現代まで人間たちは何回も試してみたけど、ウルル運動場の入り口を見つけたことがない。人間が行ける場所じゃないんだよ。もしスポーツの試合が好きなら、人間が開催したスポーツの試合を見に行きなよ。明日、メルボルンでボクシングの試合があるよ。場所はフリンダース公園のナショナルテニスセンター。誤解です、ミス火炎木。運動に興味はありません。行動を共にしたいのは、君の症状がまだ完治されておらず、僕の力が必要だからです。そしてもう一点、君から輪廻者の観察情報をもっと得たいからでもあります。ウルル運動場探しの邪魔になったりはしません。どうか復興チームに参加させてください。双方にとってはウィンウィンの得しかないことだと思いますよ。観察情報？私のことを観察？記録してるの？ねえ、いつ観察して記録していいって言った？そんなことに同意してないよ。観察されるのはまっぴらごめんだし、あなたが言ってた輪廻者みたいに新聞の一面を飾るのも嫌。研究は新聞に載るとは限りません。より安全で控えめの方法があります。任務を作ったりしないし、いろんな薬剤の使用を強いたりもしません。僕の研究は君が安全で健康なのを前提に、静かに観察をして記録できればいいんです。菌類の変化を記録するように。でも私は息してるし、キノコでもない。他人からジロジロ見られるのはもうたくさんだよ。利用されたくないし、誰かさんの名声の額縁になりたくない。あなたの研究方向を変える道具になるのも嫌。
やら僕の言い方のせいで誤解を招いてしまったようです。ミス火炎木、どうか聞いてください。研究者としての心が揺らいだことは一度もありません。僕はアルカニストが好きですし、親愛なるキノコたちも好きです。研究方向を変えるのは僕の目的ではありませんよ。君は貴重なチャンスなんです。次の輪廻者がいつ発見されるかは不明なんです。もし今回のチャンスを逃してしまったら、学会の発展は数十年も遅れてしまうかもしれないのです。そして僕たちの新しい発見はたくさんの人たちをびっくりさせて、書籍に名前が印刷されるかもしれません。それより大事なのは、たくさんの人の役に立つかもしれないんですよ。デイム・ペロッティの竹馬と同じようなものです。アルカニストの血統を持つフランスの足長羊飼いに啓発され発明されました。おかげで多くの身体障害者が歩行や走ることだって可能になったんです。ミス火炎木、どうして布団に体を丸めてるのですか？話を続けて、エズラ。成功まであと一歩だよ。僕？成功？え？成功！そうよ！成功といえば、寝る時まで笑ってる勝ち組になれそうな人。誰だ？サンド・フランネル、戻ったの？ちょっと、そんなに目を大きくしないでよ。下水道から這い上がった怪物じゃあるまいし。なんだか汚れてるけど、どうしたの？あんたがダチョウみたいに布団に入ってる理由は聞かないから、私がなんでこうなったかも聞かないでよね。それに大事なのはこれ、とんだお宝よ。私たちがどれほどの幸運に恵まれたのか絶対想像できてないはずよ。親愛なるおかじゃないわ、友人たちよ。わからないよ。エズラ一人の相手をするだけでもう精一杯。はいはい、根気も愛想もないやつなんだから。ウルル運動会を開催するわよ。うん、ちょっとどうしたの？悩ましい沈黙。最高なことじゃないの。なんで反応がないのよ。よし、私の復興チームに参加しなさい。握手する？握手しよう。じゃあ僕も。ダメ、あなたはダメ。